雲見浅間神社は、ニニギノミコトに大山積みの神が差し出した姉妹の一人、岩永姫のみことを祀る神社です。岩永姫のみことは容姿が劣るため返され、そのことでニニギノミコトとその子孫は限られた寿命となりました。本殿は入り口の鳥居から25分ほどの烏帽子山山頂に鎮座しています。約130段の階段を5分ほど登ると拝殿です。拝殿の向かって右手、拝殿口には御頭天王が祀られています。拝殿から中宮までは特に急峻な階段です。約320段の階段を10分から15分ほどかけて登ります。中宮から本殿まで10分ほど参道を進みます。雲見地区を見渡す山頂に到着すると本殿です。本殿を左に進むと標高164メートルの展望台です。御祭神の岩永姫の御事は、美しく富士山の神である妹のこの花咲くや姫の御事を妬み、姉妹は不仲になったことから烏帽子山で富士山を褒めると怪我をするとされています。